どうも。どうも。ヤコフィッシングボーイチャンネルです。フィールドスタイルシーサイドマーケット2022、出店ということで、ヤコフィッシングボーイとしては初の、イベント出店ご登場されてるなってて、2日間開催で、もう2日目も実はもう終わりらへんに近づいてます。はい。で、オープニングがここから撮ったんですけど、この2日間、前日、2日間のイベントの前日も搬入で、僕は3日間来てます。その様子を、まあ、ダイジェストというか、こんな感じで裏側頑張ってましたっていうのを動画にしたいと思います。はい。そんな感じです。ずっと今、お尻こちょこちょされてます。どうぞ。大変ですよ。何を探してますか？ニットキャップをね、出してます。なかなか大変ですね。ランチです、ランチ。ランチタイム。あ、出店者用に。はい。出店者用にね、キッチンカーが2台出てて、タコライスです。タコライス。タコライス。俺好きなやつだ。ずっとケバブ飯みたいな。あれまたこのパターンじゃん。食レポ。得意の食レポ。そうやろ。これ食レポのパターン。食レポのパターン。得意ですからね。はい、食レポ。いただきます。難しいね、ほんまに。頑張って置いていってるけど、なかなかね、レイアウトがむずいっすね。ねえ、うん、もういい感じちゃいますか？ないのな、もうこれじゃ多分まだ伝わらへんな。3分の1にも伝わらない。設営ほぼほぼ完了しました。設営完了しました。疲れましたね。なかなか大変やったね。これの方がどうも。2日目です。頑張ります。今日1日頑張ります。あ、違う、1日目開催、1日目です。頑張ります。20分早めて、9時オープンが8時40分オープンになるので、あともうほんまに2分ぐらいでオープンになります。ちょっとドキドキですけど頑張ります。
さて時間は11時半どうですか。そうですね、あの何点か何点かあのご購入いただいたお客様もおられて本当にありがとうございます。まだね序盤戦なんでちょっと長丁場ですけど皆さん足は痛いですが頑張って声出して頑張っていきましょう。これは新商品です。この新商品のこの MFB のロゴがこの上にあるのはこういうオーバーオールを着た時にちょうどいい位置に来るようにここにロゴを設置しました。またオンラインでも発売しますんでぜひよろしくお願いします。宮古フィッシングボーイの人でした。ジールありがとうございます。ありがとうございます。すごい頑張って大変やな。あのこれです。もうちゃんこれあの作ってくれてる。出してもらってます。まこちゃんです。美味しくいただいてます。はい、私もありがとうございます。6月18日、はい、アウフブースによろしくお願いします。岡崎でやるんで、はい、勝手に出演です。ありがとうございます。はい、かわいいな。まず来たゴいいんすか。This is あります。防水になってるんちゃう。はい、そんな感じします。アウトドア。すげえ、めっちゃ多い種類。いただきました。いただきます。たくさんあります。どうも、杉谷会議会長、やっぱフィッシングボーイチャンネルの人です。ねすごくね長丁場やったのでまあたやっぱ立ちっぱいつもねあの僕デスクワークなんで神戸で代表取締役なんでね座ってるんですよ、ね、だからちょっと立ち仕事がねちょっと立ち仕事疲れたんですけどすごいなんか楽しかったです。いろんな方に声かけていただいてでまあインスタグラムの、フォローしていただいてる人とかもう話しかけていただいたり商品購入していただいたり今日のイベントでもちろん初めて知っていただいた方もいましたしでまあいろんな他にもお仕事のつながりの方とかにも お話ししていただけたりとかまあつながったりとかってあったんで本当に有意義ででまあもちろん商品を購入していただいた方お客様本当にありがとうございました。ねなんかまあ初めての出店やったんで、まあ、もっとこうせなあかんなっていうところも見えたところもありましたしで、まあ、どんな商品作っていこうとか、まあ、そんなも見えましたし、まあ、とにかくね、まだ1日目明日2日目あるんでちょっと話長くなったんでだいぶカットされると思いますけども明日も頑張りたいと思います。では、また次これの動画の後はまた多分僕はビール飲み出す動画なんでよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ハロー。タシャハオ。1日目終わりまして、これ一人で飲んでるわけじゃないですけど、前に手伝っていただいてるスタッフと、含め、打ち上げなんですけど、もう疲れたんで飲みたいと思います。明日も頑張ります。今日は完璧な生ビールです。はい、乾杯。まーい。うん、うまい。じゃあ皆さんも頑張ります。刺身刺身、こちらサザエ、ブリマグロヒラメボレ愛知県に来ましたんでやっぱりあんかけスパゲティですね。おいしそう。食べたことないかも。食べたことある？全然声ない。入れてくれてないです。はい。食べよう。食べましょう。食レポ？はい。食レポ？はい。美味しいらしいですよ。食レポ？一緒にスポーツを体験できる。ありがとうございます。
めちゃかっこいいです。めちゃ褒めてもらいます。あ、本当ですか。もう全部皆さんで買っていただいて。ありがとうございます。めちゃかっこいいです。気に入ってます。ありがとうございます。おはようございます。宮古フィッシングボーイの人です。最終日。あ、今日はね、新作の T シャツと新作のショーツ。でこれはノベルティのピンバッジつけて、合わないピンバッジですね、はい、つけてやってます。ショップカードもあります。その最終日、昨日、ね、たくさん、お店に来ていただいて、まあ、今日は昨日より短いんですけど、もうちょっとコツをつかんだみたいなところもあるので、もっとお客さんと積極的にこう会話したり、宮古のこと知ってもらえるように、イベント楽しんでもらえるように頑張りたいと思います。頑張ります。設営入れて3日間、イベント2日間無事終了いたしました。宮古フィッシングボーイブース来ていただいたお客様、もちろん購入していただいたお客様ありがとうございました。まあ来ていただいただけでも本当にありがたいっていう、もう本当にもう嘘なくそんな気持ちなので、またイベント出店は、していこうと思います。でネットオンラインでも販売してますんで、またよかったらご購入ご検討いただければと思います。とにかく早く、帰ってビール飲みたいです。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。たまにはねこういう動画もありかなと思いまして、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。グッドボタンお願いします。宮古フィッシングボーイチャンネルの人でした。じゃあねー。